安否確認の依頼を受けた区役所が6日間にわたって家の中を確認していませんでした名古屋市によりますと今月8日、名東区に住む重い障害がある男性が通う障害者施設から母親と連絡が取れないと名東区役所に連絡がありましたその後、区の職員は男性の自宅を複数回訪ねていましたが郵便物が溜まっていなかったことなどから緊急性が低いと判断し 家の中を確認していませんでした施設からの連絡を受けた6日後に再び自宅を訪ねた際に異臭がしたため警察などに通報家の中を確認したところ70代の母親が死亡していて男性が衰弱した状態で発見されましたこの親子は家庭の事情をめぐる安全上の理由で障害者施設が自宅の住所を知ることができなかったということで区の担当者は結果として今回の対応は 適切だったとは言えないとコメントしています。